づいちゃったんだけどさ、私たちってもしかしてこの屋上から出られないように鍵をかけて締め出されてる？あ、気づいちゃったか。私たちはもう自力でこの屋上からは出られないんだよ。え、これソーシリーズだったの？私たち、これどうにかして脱出する方法ないん？するしかないんだよ、ミーティングを。来る日も来る日も、いつか鍵が開くその日までね。助けてください。リクティスの夜空の下でミーティング。はい、皆さんこんばんは。ピクシスの豊田萌です。ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスです、お届けしています。はい、さて番組は毎日違った内容でお届けしていくのですがもう私の影響受け始めてるねダメダメダメ、萌があんなんだから私はちゃんとしないといけないの。そうだよ。この番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、月曜日はこちら、ミクの日。はい、毎週月曜日は私たちそれぞれを中心にいろいろと話していきます。こんにちは、みー、はい。まあ、そんな大きな話じゃないんですけど、はい、小さい話で申し訳ないんですが、はい、犬を飼いました。その前振りやめろ。めちゃめちゃ大きい話おめでとう。ローン、ついにローンをついにローンをローンをや、ローンはもう気づいたらいませんでした、ペットショップには。買われちゃったからね。別の子なんですけど。ね、キャッシュです、キャッシュ。キャッシュで頑張れよ。キャッシュで、ドカンと。名前キャッシュです。犬の名前キャッシュあ、キャッシュ君。キャッシュ。ローンが買えなかったんで。怖キャッシュです。いや、ほんと怖いんよ。キャッシュで買えたからキャッシュ君。キャッシュです。やば。いやー、これ実は私ももう、そのみくんちに来たその日に行ったもんね、はい、そういや本当はこの番組で萌えさんにも初めて言おうと思ってたんですけど、うん、ちょっと我慢できなかったんで LINE してしまいました。当日に。そう、もうだから、うん、今まで虚無だ虚無だって言われてた伊藤さんに、ね、うん、もう本当生きる希望が今まで生きる希望はなかったけど、今まで虚無だったけど仕事以外に生きる希望がなかったけど、守るべき家族ができたね。できまして、うん、この子を育てていくために、うん、どうしていいかとママはもう奮闘中なわけです。今毎日幸せだもんね。毎日幸せ、こんなに幸せでいいのか人生って思うくらい幸せなんです。よかったよ、ようやく言って、はい、本当に名前みんなキャッシュだと思い込むけど大丈夫ちなみに別の名前がちゃんとあるんですけどちなみに、ね、ま、そんなキャッシュじゃないですよ。もっと可愛い女の子らしい名前をねつけたんですよ。みつこ、みつこかな。みつこじゃない、マネーじゃないんです。全然ぽくないでしょ。違う、そう、ユーロじゃないです。公表すんの。ペソ、ペソ、ペソペソおいでペソ、1ペソ。あ、ペソにするのもありだったな。ちょっと早、みんなに名前決めてもらえばよかった。ペソ自分で決める前に。鬼安いけど。驚くぐらいの安さよ、ペソ。確かに。そこまで安くなかったです。さすがに。そうよ。いや、いいじゃん。そう。名前はじゃあ、名前は後ほど公表するの？別に？今後？え、なんかわかんない。全部言いたいけど、もったいぶった方がいいの、こういうの。今年、まあ、名前はいいんじゃない？私の犬の名前はピノです。ピノちゃん。アイスのピノです。毛の色がピノの色なんすよ。だから絶対色で決めたでしょって言ったら、はい、うん、その通りだったね。チョコレートかな。そう、本当は最初マジでキャッシュがもう頭に、うん、名前キャッシュ一番最初にね、浮かんだんですけど、キャッシュが。うん、でもさすがに、うん、もう顔を見てうちの子だって思ったらキャッシュなんて呼べなかった。よかった、人の心があった、人の心がそう戻ってきたみたい。私に最高だったからな。そう、女の子なんですけどね、うん、ちょっと女子二人で仲良く過ごしていこうと思います。いや本当に可愛い、人懐っこくてね。そう、めっちゃ萌さんなんかうちに来て、うん、まだ緊張とかしてるかなって思ったけど、うん、萌さん来た瞬間尻尾ブーンってねで近寄ってきて、私が座った瞬間膝の上にぐる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 回って膝の上でもクニャキャキャキャってなってたもん。そう、めちゃめちゃ可愛い。めちゃくちゃもう人が大好きすぎて、
もう怯えるとか一切なかった。ないね、すごいわあの子は。でまあみんなが本当に気になってるであろう、うん、茶豆。茶豆覚えてる？みんなルンバね。ルンバのことね。みんなが覚えてない？え、みんな誰も覚えてなかったよ。やったじゃんみんな。茶豆。もう一匹いたっけ？誰も覚えてないけどルンバのことでしょ？そうだよ。ロボット掃除機の茶豆。私のペットとして飼うって言ってた茶豆。名前つけてね。茶豆どうしたんよ。茶豆が、茶豆と最初やっぱ喧嘩するかなって思ったの。うん、私の子が。そうだよね。そう。ガタイスあるしね、ガタイス。ガタイスあるし、色も似てるから、喧嘩するかなって。そう、嫉妬しちゃうしね。そう。お互いね。思ったんだけど、うん、うちのピノちゃんの方がね、全然怖がらずに果敢に挑んでいっててね。可愛かった。でもちなみに伊藤さん家行った時、あのピノちゃんのゲージとか置くために茶豆一回捨てられてました。捨ててないのよ。端にね、捨ててました。茶豆が本当にあれ育児放棄だから気をつけた方がいい。茶豆茶豆ね。いやだから茶豆はもっとそうなんか目立たないところに移動させられたんですけど、仕事はちゃんと毎日やってくれてます。はい、もうだから早く帰りたいんです家に。もうじゃああと7本飛ばそう。いい、飛んで飛ばしてもいい。いいよ飛ばそう。はい、というわけで今回はこれで終了です。話してほしいトークテーマ募集してるので気軽に送ってください。ではここで1曲おかけしましょう。ピクシスで流れ星ハーモニー。ピクシスの夜空の下でミーティング。エンディングです。番組ではリスナーの皆さんからメッセージ、そして各コーナーでのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net。 ピクシスの綴りは PYXIS です。はい、ということで第512回目の放送いかがでしたでしょうか。いやでも、うん、ピノちゃんが来てから伊藤さんがなんか幸せになって嬉しい。私は私今人生で一番輝いてる。私生活が一番輝いてるの今。充実してるね。そう、もう本当に早く家に帰らせてください。犬と出会えてよかった。私は、うん、今頃私に会えなくて泣いてるんだよ家で。めちゃめちゃ腹出して寝てる。キャン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 、早く帰ってこない。出して寝てます。そんな強い子だったらいいな。犬とはそういうものよ。そうだね、可愛いんだから。はい、ここまでのお相手はピクシスの豊田萌と、ピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。